日本各地に眠る素敵なサウナとその先に広がるカルチャーを探すアンドサウナ。本日は石垣リポーターが新潟県新潟市へ、町の特産品を詰め込んだサウナがあるということで体験します。結構高い段差なんですけど、2段の座面があります。壁一面に瓦がずらーっと。これが安田瓦って言って新潟県の瓦なんですけど、でライトが座面の下にしかないので結構ね落ち着く空間、リラックス空間になります。あとこの茶室の壁木とかが魚沼杉で作られています。本当に新潟らしさを全て詰め込んだようなサウナに。かけた瞬間からよくサウナストーブの上に鉄板があるじゃないですか。それがなくてその代わりがこの壁になってるそうです。だからこの上まで壁がこうヒュンってなってるんですけど、それを伝って老流の熱さがここまで伝わってきてるのかな。サウナの後は水風呂ではなく、いいですか、怖い、いい、行く。水風呂と違って頭からめっちゃ気持ちいいんですけど、もう一回行きたいです。この椅子なんですけど、このカーブ体にフィットする、これ以上にないくらいの完璧なカーブ。